落語聞いてる方、ああそうなんですね、いいですね、いやかっこいい。私も祖父母とかは落語好きだったので、多分好きな話し家さんがいらっしゃったんですよね、きっと。この人の、をなんかこう CD っていうか、うん、カセットにパッて入れてなんか聞いてるっていうのを聞いたことがあるような気がします。そっか、落語もその扉を開いてみると奥深そうですよね。ラジオ、あ、ラジオはこっち来て車を走らせることが減ったので、なんとなく聞く機会も減っちゃって、ああ聞かなくなっちゃいましたね。アプリあるじゃないですかね、ラジコさんあれでもなんか重いんですよね重くないですか、アプリケーション自体が。だからなんか途中で止まったりとかすることもあったりして、ああポッドキャスト、ああそれいいですね。うん、ポッドキャスト聞いてます。ああそうなんだ、あのマユリカさんって芸人さんのポッドキャストかな、は好きで聞いてるんですけどそう、あそれもまたいいですね。うん、あそしてなんかあのチャンネルとか面白いそれはラジオじゃなくてですか、ポッドキャスト、あ別で配信してるみたいな、あそうなんですね。いやあのコンビ面白いですよね、あのちゃんさんのあの番組で粗品さんがこうぬいぐるみになってる音楽番組かな、あれがあるんですけど、いやちょっと見てみます今度いやそういうなんかこうアーティストさんとかはまだハマった経験ありませんが、なんかコンテンツとしてね、一つなんかこう習慣づけながら楽しめるものが、あー聞いてます弊社のありがとうございますなんか私も恐る恐るね聞いたことがありますよなんかこう、あ聞こうみたいなノリノリな感じではちょっと聞けないこともないんですよ。でもなんかためになる、いやなんかないやでもあんまり話さないでおこうあれでもね、こう大々的にという感じではやってらっしゃらないですよね。うんうん、そうそうそう、ずっとこう昔からね聞いてらっしゃる方、本当に番組に参加して番組を愛してくださる方が聞いてくださってる方も、もしかしたらね今ご覧になってる方もおられるかもしれません。あ、弊社の両手を合わせておきますあ、そうですね、裏話とかもそれがまた切り抜かれてっていうのも私拝見したことがありました。そうそうそう、いやそうですね、いろんなコンテンツが増えた今、情報だったり楽しめるものが本当に増えてきちゃったので、難しいところではありますけれども、またコアなところでハマったものがあれば、共感できる方がおられましたら一緒にまた話しましょうではここからは今日のお天気見ていきたいと思います。まずはヘッドラインニュースをお伝えしていきます。